皆さんこんにちは。日本語のリスニングの練習をしていきましょう。今日のテーマはアニメの実写版。それでは始めます。このチャンネルでは日常生活でよくあるシチュエーションについての文章をたくさん配信します。皆さんがすでに聞いたことがある、知っている、でも普段の会話などでは使うのが難しいようなフレーズやボキャブラリーもたくさん出てきます。それらを使えるようになるために例文を使って解説もしますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはゆっくりのスピードで文章を聞いてみましょう。次にいくつかの便利な表現についての説明を聞きましょう。そしてもう一度普通のスピードで文章を聞いてみましょう。最後に今日の文章の単語を復習して終わります。アニメの実写版。最近話題になっている Netflix のワンピース実写版を見ました。ワンピースは私が中学生の頃に漫画を読んでいました。当時、こんなに面白い漫画があるのかと友達たちと夢中になっていたのを覚えています。ですが、もう10年以上も漫画を読んでいないので、少しストーリーを忘れてしまっていました。そのため、今回の実写版は新鮮な気持ちで楽しむことができました。アニメや漫画を実写化するのは、もともとのファンがいればいるほど、視聴者の期待に応えるのが難しいことだと思いますが、私は今回の作品はとても面白く、見てよかったと感じました。先日、シーズン2の制作が決定したというニュースを見ました。今からもう次のエピソードが楽しみで待ちきれません。これを機に、今まで見ていなかったワンピースのアニメを見てみようかなと思っています。次に、文章に出てきた表現について解説します。まず、話題になっているとは、たくさんの人がそのことについて話し、広く知られていることを意味します。例文です。この政治家の新しい政策が今話題になっている。この政治家の新しい政策が今話題になっている。今、若者の間で話題になっているスイーツを食べたい。今、若者の間で話題になっているスイーツを食べたい。次です。夢中になるとは、他のことを忘れるくらい何かのことが大好きな状況のことを言います。例文です。今、日本語の勉強に夢中になっています。今、日本語の勉強に夢中になっています。アイドルに夢中になりすぎて、ライブのためのお金を貯めるのが大変だ。アイドルに夢中になりすぎて、ライブのためのお金を貯めるのが大変だ。次です。いればいるほどとは、人数が多くなることに関係して、その後に言う内容も強くなる言い方です。例文です。人がいればいるほどパーティーは楽しい。人がいればいるほどパーティーは楽しい。人見知りなので、周りに人がいればいるほど緊張する。人見知りなので、周りに人がいればいるほど緊張する。次です。期待に応えるとは、相手がしてほしいことをする、相手が求める結果を出すという意味です。例文です。上司の期待に応えるために必死で働いた。上司の期待に応えるために必死で働いた。期待に応えられなくてごめんね。期待に応えられなくてごめんね。最後の表現です。これを機にとは、この出来事がきっかけで、またはこのことを理由にという意味です。例文です。食べ物の値上がりが続いている。これを機に野菜を育ててみよう。食べ物の値上がりが続いている。これを機に野菜を育ててみよう。あのアイドルがスキャンダルを起こしたらしい。これを機に引退するみたいだね。あのアイドルがスキャンダルを起こしたらしい。これを機に引退するみたいだね。それでは、もう一度、今度は普通のスピードで文章を読みます。アニメの実写版。最近話題になっている Netflix のワンピース実写版を見ました。ワンピースは私が中学生の頃に漫画を読んでいました。当時、こんなに面白い漫画があるのかと友達たちと夢中になっていたのを覚えています。ですが、もう10年以上も漫画を読んでいないので、少しストーリーを忘れてしまっていました。そのため、今回の実写版は新鮮な気持ちで楽しむことができました。アニメや漫画を実写化するのは、もともとのファンがいればいるほど、視聴者の期待に応えるのが難しいことだと思いますが、私は今回の作品はとても面白く見てよかったと感じました。先日、シーズン2の制作が決定したというニュースを見ました。今からもう次のエピソードが楽しみで待ちきれません。これを機に今まで見ていなかったワンピースのアニメを見てみようかなと思っています。最後に、今日の文章で出てきた単語を復習します。実写版、実写版、中学生、中学生、当時、当時、友達、友達、ストーリー、ストーリー、ファン、ファン、視聴者、視聴者、今回の作品、今回の作品、先日、先日、制作、制作、決定した、決定した、ニュース、ニュース、エピソード、エピソード。今日の動画はこれで終わりです。どれくらい聞き取ることができましたか？チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。